皆さんこんにちは、ビーすけです。今回紹介するのは、とてもシンプルな、アスクル限定にはなってしまうんですが、白いペン軸のジェットスリムボールペンが、2022年の12月頃に登場していましたので、紹介していきたいと思います。アスクルロハコということで、アスクルにつきましては基本的に、法人向けの事務用品などを販売している会社なんですけども、個人でも利用すること自体はできます。ということで、こちらを一気に開封しまして、中身を見ていきたいと思います。部屋のいろんな場所に置きたいので3本まとめて購入したんですけども、お値段が168円の税込み。公式サイトの画像を見たところ白に見えたんですが、実際に目で見てみるとクリアカラープラス少し黄色みがかったような感じの色味になっています。こちらがですね、使用済みのクリアホルダーによる再生樹脂となっていまして、3つ購入してよかったと思ったんですが、それぞれに結構違いがありますね。まず一番右をご覧いただきたいんですけども、大体この辺に黒い点々のようなものが見られます。こちらはあったりなかったりで、左のジェットストリームにも多少影のようなものが確認できるんですけども、デザイン的には無印良品のような感じなので、とても好きな感じです。非常にわかりづらいんですけども、こちらにユニジェットストリームと書いてあるんですけども、かなりわかりづらい感じですね。ペンをぐるっと一周するとこういった形になっていまして、本体軸は使用済みのクリアホルダーからできています。ご使用後はペン先を収納してくださいということで、会心は SXR の5で、Hello, I am Bark と書いてあります。なんだかアイルビーバッグみたいですね。クリップは付属していなくて、ジェットスリムということで安定した書き心地。単色ボールペンということでペン先もかなり安定してますね。通常のジェットスリムといえば、こちらにいくつかのサイズを用意してみたんですけども、 0.38 がこういったデザイン、 0.5、0.7、1.0 ということで、割とですね、事務用品感が強かったんですけども、さりげなくオシャレを演出することができます。また、半透明軸ということで、リフィルの交換時期が分かりやすかったりですとか、シンプルというメリットもございますので、割とボールペンにつきましては、油性ボールペンを使うのか、ゲリンキボールペンを使うのか、好みが分かれる箇所であるかと思うんですけども、個人的には油性ボールペンの方が、耐水性速乾性に優れているということで、バランスが取れている印象なんですけども、一方で、発色が悪いというデメリットもありますので、カラーペンなどお使いの方は、ゲリンキボールペンの方がおすすめなんですけども、一般筆記用の用途であれば、非常にバランスが取れているので、ジェットスリムの方を使っています。通常のジェットスリムといえば、先ほどのデザインのように、ちょっとゴテゴテした感じのものが多かったんですが、非常にシンプルに使うことができますので、気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、アスクルをチェックしてみてください。ちなみに分解自体は、通常のジェットスリムはペン先から芯を交換する形なんですけども、上部から交換することができまして、どちらかというとこちらの方が交換しやすい感じがしました。ということで、この動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。